皆さんこんばんは、ゆうくりです。今回は JR 四国線形普通機動車の走行集第5弾を作りました。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シューシューポッポッ。高知駅9時35分回送列車となり待機線に移動します。増田駅18時3分着普通列車高松行き。高知駅16時48分運用につくために入線しました。高知駅17時54分発普通列車須崎行き。徳島駅17時10分運用につくために入線しました。増田駅18時18分発普通列車高松行き。橋倉駅16時45分から47分発着普通列車琴平行き。橋倉駅16時58分から17時ちょうど発普通列車阿波池田行き。高知駅9時26分回送列車となり車両基地に戻ります。高知駅9時33分着普通列車土佐山田行き。佐川駅10時36分から43分発着普通列車須崎行き。佐川駅10時57分から59分発着普通列車高知行き。佐川駅11時43分から45分発着普通列車高知行き。佐川駅11時53分着普通列車須崎行き。須崎駅13時15分発着普通列車土佐山田行き。久坂駅14時41分着普通列車須崎行き。久坂駅14時55分着普通列車高知行き。大阪駅14時56分発普通列車須崎行き。大阪駅15時41分から42分発着普通列車久保川行き。大阪駅16時8分発普通列車土佐山田行き。大阪駅16時27分着普通列車須崎行き。三本松駅17時36分から39分発着普通列車高松行き。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。